よし、サイレンスが拠点で待ってるはずだ。ベータとガイアも他のみんなの手伝いもしないとな。小熱の海辺のことはまた今度話そう。戻ったか。クエンと接した後、少しばかり知的な会話に飢えているのではないか。クエンにも優れた者たちはいる。たまには謙虚になって自分で交流してみれば肌で感じられるんじゃないか。あいにく私にそんな暇はない。ロンドラのデータを調べていてな。手がかりは見つけた。ゼニスのコロニーが崩壊した直後にロンドラが書いたログだ。後で送る。今はまだ迂闊なことは言えんが、ロンドラはネメシスに対抗しうる仮説を立て、その中に21世紀の最先端兵器システムを製造していた企業のリストが含まれて、それらの武器をネメシスに対して配備し使用できるかもしれん。企業の調査も必要になる。各施設を突き止め技術を発掘し、その有効性と再稼働の可能性を判断する。一人でやるつもりか。まあ私は協力できそうでよかったと思っている。だがなぜお前は地球に残ったんだ。証明したいんだろう。自分を凌駕するものは何もないのだと。私の目的を話す義理はない。ならこれからも孤独を楽しめ。ネメシスはあまりにも強大で、一人で倒せる相手ではない。感謝している。お前の多大なる貢献にな。サイレンス、少しは心を開く気になったか。データを見てみるか。
サイレンスの言う通り、ロンドラの仮説は今後役立ちそうだな。機械は氷の矢玉に強い。機械路の一部みたいな。入れるかもしれない。
いているからだ。三十七年はなさそうだな。プレイステーション。